銀行理解で相模原市に来てます。相模原市の足元にあります、ニュースポーツ公園です。このシルボを使った競技スポーツを皆さんが楽しんでおります。自転車やあるいは下のスケートボードで、こうした坂道を登ってテレビなどで見るこの競技と同じような感じで皆さんが住んでおりますが、町田市にはこうした施設が一つもありません。